二杯二拍手一杯の例。上段が二杯、中段が二拍手、下段が一杯。玉串を捧げた後の拝礼であり、前方の机の上に、玉串が見える。出典、NDLJP、105 4789、27。二礼二拍手一礼は、日本の神社で用いられる、拝礼作法で、まずお辞儀を二度行い、二度手を叩き、 最後にもう一度お辞儀を行うもの。神社本庁、伊勢神宮、靖国神社などは、この種の参拝作法を二杯に拍手一杯と呼ぶ。二礼に拍手一礼という故障は、東京都神社庁や東京大宮宮、報道機関などが用いている。なお、拝礼の作法は、神社や地域によって特色があり、厳格な決まりはない。神社の参拝作法は、 時代ともに変化してきており、現在は2杯に拍手1杯が基本型になっていると言われる。2礼に拍手1礼は戦後に一般化した作法であり、神社によっては別の作法をとることもある。現在、多くの神社で2礼に拍手1礼を奨励する掲示があり、若い世代を中心に多くの参拝者がこれに従っている。参拝作法、2016年、名古屋。 二杯二拍手一杯の作法が日本語と英語で説明されている。二礼二拍手二礼の作法は神社によって多少異なるが、例えば、伊勢神宮は三杯の作法を次のように示している。神前に進み姿勢を正す。背中を平らにし、腰を九十度に折り、深いお辞儀を二回する。両手を胸の高さで合わせ、右手を少し下にずらす。両手を、 肩幅程度まで開き拍手を2回打つ。ずらした指先を元に戻し、深いお辞儀を1回する。最後の1杯の前に両手を下ろす指示はないが、動画を見ると両手を下ろしている。2礼2拍手1礼は、射灯拝礼の際に行われる。2杯2拍手1杯は、射灯拝礼の他に、昇電3杯、玉串拝礼の際にも行われる。戦前には、儀式で、 伊勢神宮を遠くから拝む時に二杯に拍手一杯を行うことがあった。伊勢神宮によると、深いお辞儀を杯と言い、手を打ち鳴らすことを拍手という。杯も拍手も古来から行われる、敬礼作法であるというが、二杯に拍手一杯の由来については言及していない。神社本庁によると、参拝作法は長い間変化してきており、現在は二杯に拍手一杯が、 基本型となっているという。小じる園によると、本来の拝礼は座ったまま拝んで拍手を打つ、座イ拍手であったようである。拝は古く、愚がむと訓じ、後に転じて、拝むというようになった。仏教が徐々に盛んになるにつれて、拝むという言葉は、物式の合唱を意味するようになり、古来の拝は音読みして、拝というようになり、また転じて、 礼とも言うようなった。古来の灰は座ったまま拝む、座灰であり、立って、拝む立灰は、中国や朝鮮の霊式を真似ねてから始まった。立灰には、灰の回数によって一灰、二灰、四度灰、八度灰,灰があった。二灰は灰を二度行うもので、再配といった。四度灰は、再配を二度行うものであり、両段再配といった。八度灰は、 両断再判を二度行うものであった。三敗や九敗もあるが、これは、物式の例であった。立敗も、座敗も行われていたが、民間の普通の敗は皆座敗であったようである。特に女性は、座敗をする傾向があり、男性が立敗するときでも女性は、座敗しかしないことがあった。拍手とは手と手を打ち合わせることで、後世に間違って、か手」と書いて、 柏でと読んだ。拍手は、漢武天皇の時代まで、元旦の儀式で用いていたが、その儀式に、渤海人を媒石させるにあたって用いなかったことがあり、それ以来長く、これを廃するようになり、真事にしか用いなくなった。拍手の数は、八回でといって、八回拍手するのを一段とした。最大で四段、すなわち十二回拍手するのを究極とした。 手を打つことの緩急をもって、長拍手と短拍手を区分した。短拍手を忍びでということがあり、これは音を立てずに静粛に打つことを言った。心配の方法は多種多様であり、拍手のみの場合や、灰、はい、のみの場合もあったが、多くは灰、はい、と拍手とを組み合わせていった。古典に、 四段は捧ささぐ短手二段白や、四段は捧ささぐ八回で拍し短手一段白は捧ささぐとある類がそれである。これらの例は古くは心配に限らず普通にも行っていたが、後には心配にのみ用いることとなった。また、合唱はインドの例であり、はじめ仏寺にのみ用いたが、後には心配にも用いた。島田の説によると、 二礼に拍手一礼が普及する前に行われていた神社参拝の所作は合唱であった。神前で合唱していた理由は前近代の神仏集合にある。神仏集合の時代、人々は神に祈るのも普通に祈るのも区別せず、仏前で合唱するのと同じように神前でも合唱していた。その傾向は明治の神仏分離後も続いた。また、 昔の人々は神に祈るとき、座り込むか、それに近い姿勢をとっていた、という、以上が、島田の説である。実際は、昭和戦前期の霊法研究者の観察によると、当時の人々は、神社で、日本仏教風に合唱して祈っていたというよりも、インド仏教風に合唱したままお辞儀する例が、多かった。当時観光された、霊法書では、神社に参拝して、 手を合わせる人が多いとか、拝をするときに手を合わせる人があると指摘されており、いずれの書籍も手を合わせるのはインド仏教式であるから、神社では手を合わせず下に下ろすのが正しいと主張していた。平成の世に滝川クリステルがオリンピック招致のスピーチで合唱しながらお辞儀をして、ネット上であれが日本式かと勘違いされるなどと批判されたが、 合唱拝礼は昭和戦前期に神前で行われていた日本の民族であり、またそれをインド仏教式とみなして日本式の神社にふさわしくないと批判することも当時から行われていたのである。昭和戦前期に刊行された霊法研究所によると洋服を着用して神社を参拝する場合はいつはい,いつの形式によることが従来から多かったという。 軍人の心配方法は法令で定められていた。例えば陸軍令式令は次のように定めていた。戦時中、五国神社や安国神社に参拝をするとき、学生も軍人を真似て銃を担っていって捧げつつをしたという。二杯二拍手一杯の起源には諸説ある。神社神宝連載記事、神社いハの説によると、 二杯に拍手一杯は、両段祭杯に基づく。両段祭杯は二杯を二回行うことであり、杯を四回続けて行う場合もあれば、前の二杯と後の二杯の間にノリと奏状や拍手を行う場合もある。拍手は、日本古来の独自の作法として、神儀や鬼神を山拝む場合に用いられた。平安時代以降、宮中では、拍手を行わなくなったが、 神前では引き続き拍手を行ってきた。その後この両段再配も、神道流派や神社によって、多少の違いも生じたが、明治8年神社祭祀記で規定された、再配拍手を基本にして二杯に拍手一杯の参拝方法が慣例化した。以上が、神社色派の説である。また、島田の説によると、二礼に拍手一礼の起源は、 明治八年神社彩色に行き着く。これは拝礼の仕方として、再配拍手を規定した。ここで言う再配とは二回続けて深いお辞儀をすることを意味する。二回お辞儀してから拍手を打つやり方は、現在の二礼に拍手一礼に通じる、という。以上の両説に有明治八年神社彩色は、1875年4月13日に、 大上官式部料から二つされた神社彩色である。大上官式部料は現在の宮内庁式部職にあたる。明治17年、平田種男が彩色適用を出版した。同書は、回避時と乗り届料後と兵費後に、それぞれに灰二拍手一灰を含む作法を行うことを示した。出版人は平田厚種の孫にあたり、 平田神社の公認を上申した人物でもある。平田流神道家が二杯二拍手一杯の衝動に関わっていたことがわかる。一説には、平田流神道の再色適用の著者は、新職要請を担う皇天高級書の再色の講義を調講していた。その講義では、のりと創上の後に二杯二拍手一杯を行う、作法が指導されていたと言われる。 最後の一杯を加えた理由について、神社神報の記事は、式武僚の神社祭式では、のりと僧侶を拍手で終えるが、実際の作法上それでは、何とも締まらないため、のりと僧侶を一杯で終えるような指導をしたのかも、しれない、と推測している。一方で、皇天皇宮書の中には、平田流神道を遠ざける動きもあり、例えば、 皇天皇宮書が公越した、歴史書、帝国志願は、平田厚種を国学四大人に含めずに、加田のアズまマロ、カモノマブチ、モトのリ長だけを三大人と称している。明治40年、内務省が国事により、神社祭祀行事作法を定め、その中で、神職らの作法として、二杯二拍手を含む作法を示した。しかしそれには、最後の一杯がなかったし、 一般参拝者の拝礼作法でもなかった。参拝者の拝礼作法については、内務官僚らの公越、指導により、明治44年に刊行された、神社行政法講義において、一杯二拍手廃止二拍手一拝をすれば、よろしいとされた。二杯二拍手一杯とは、微妙に異なっていた。大正9年東京帝国大学教授、掛井克彦が、 広告運動なる体操を発表し、体操の前後に2杯に拍手1杯を行う作法を示した。大正13年広告運動は、定名皇后の心を捉え、宮中で実践されるに至った。昭和9年、文部省が国定修身教科書を改訂し、その教使用書に全国新職会選定。 小学児童神社参拝作法案を参考として掲げ、その中で2拝二拍手1拝を含む拝礼作法を例示した。ここで、神社拝礼に2拝二拍手1拝という一連の作法が現れた。同年、各地の教家指導者が関わる儀式において、伊勢神宮への要拝を行う場合に2拝二拍手1拝を行うことを、中央教家団体連合会が認めた。 ここに、二杯二拍手一杯という一連の七字が現れた。昭和16年、文部省が礼法要項を制定した。これにより、神への拝礼として二杯二拍手一杯を行うこともあるとされた。正確には、再杯二拍手の後に一杯を加えることもあるとされた。昭和20年の敗戦後、占領軍による浸透指令や、 翌昭和21年の内務省決定により、戦前から戦時中にかけて定められた神道の、礼式や神社祭祀行事作法告示などは廃止される。代わって、昭和23年、民間宗教団体として、再出発した神社本庁が示した、神社祭祀行事作法では、宮司の作法に、二杯二拍手一杯と記されているが、この作法は、 戦後に一般化したものであるという。昭和末期の1985年には国会で一般市民は今参拝するときにはお祭銭を投げて一礼をする、あるいは形式的に二礼に拍手一礼をやっているかもしれませんという発言があった。これにより当時は神社参拝で一礼するのが普通であり、二礼に拍手一礼は やってるかもしれないと言われる程度の普及度であったことがわかる。またここに二礼二拍手一礼の文言が公式記録に現れた。この時まで戦後歴代首相が靖国神社に参拝する時は二杯二拍手一杯を行うのが通例であったが、この時から閣僚の靖国公式参拝で二杯二拍手一杯するのをやめた。平成以降、 橋本首相や安倍首相は二礼二拍手一礼で靖国神社に参拝した。二礼二拍手二礼が一般に浸透したのは平成以降であるという説がある。明治の終わりから昭和終戦直後にかけて内務省が告示の形式で神社祭祀行事作法を定め、その中で新職や管理などが行う作法として二杯二拍手一杯そのものではないが、 それに近い作法を定めていた。やや詳しく言うと、以下の通りである。古来、神社彩色は、全国共通のものはなかったのだが、明治の初め社格制度が定めた際に、視点についても一定すべしとの義が起こり、明治8年に、韓国弊社に、共通の神社彩色が定められた。しかし、行事作法については、一社限りの慣例や、 神職各自の習慣に委ねられていた。ここで行事とは彩色を構成する重要事項、例えば回避の順序次第などを言い、作法とは祭上における、祭典奉仕者の帰居身体などを言う。明治40年、内務省告示により、神社彩色行事作法が定められ、それと既存の神社彩色とが、相まって、神社彩子が、統一整備された。 この神社祭祀行事作法の中で二杯二拍手の作法が示された。ただし、これは二杯二拍手に続いて一杯を行わないので、二杯二拍手一杯とは言えない。具体的には、二杯二拍手は、会費の後と、兵費の前、五兵持つ法典の後に偶司がこれを行うとされた。他に偶司が乗り刀を掃上する場合や、 終末の際に払い言葉を読む場合も2杯2拍手を行うとされた。平凡者によると、この他記念の際にも2杯2拍手を行うという。この場合、2杯2拍手記念に拍手2杯という順序になる。現代における記念を伴う2杯2拍手1杯と比べると、杯や拍手の回数が異なるが、2杯2拍手に続いて記念を込める点。 および最後に灰を行う点で似ている。また、拍手の作法については、神社祭式行事作法では、両手を合わせ静かに左右に開いて打ち合わすとされたが、平凡者はさらに細かい作法を示している。具体的には、まず両手を胸の前あたりに上げて合わせ、少し上に向けて指先を揃え、右指の先を左指の第一関節あたりにすり下げ、 打ち終わると再び指先を揃えてから両手を離すという。現代でも神社によっては、これと同じような細かい作法を示すことがある。明治に定められた神社祭祀行事作法は、不備が少なくなかった。また、大正3年に神社祭祀令が、皇室祭祀令に準拠して直令により定められるなど、神社祭祀は何度か、修正増法されたが、その際に、 行事作法をも改正すべきところを改正しなかったので、実際の行事作法は、各神社の神職が、慣例に従っていっていた。しかも、行事作法に、近銭以来の特定流派の方式が混入していて、古来の伝統に基づく古実に沿わないと指摘されていた。こうして、指揮者らが、行事作法の修正増法を主張したため、神社局は、昭和13年に、皇典高級所へ、 その調査を委託した。皇天高級書は慎重に審議して、昭和16年8月に、人議員へ答申した。人議員ではさらに1年間、学識経験者の意見も聞いて、調査審議の上成案を得て、昭和17年内無償告示をもって、神社祭式行事作法を交付した。改正にあたって、人議員は、伝統正式しき古実に依居すること。 神社祭祀の意義に適合させること、霊法の一般精神に侵赦すること、などの点に留意した。二杯二拍手に関わる主な改正点は、拍手は玉串を立てつって拝礼するときにのみ拍手を行うものとし、それ以外の拍手を廃止した。具体的には従来は、お扉開閉、五閉持剣鉄、 のりト総場の際に、偶司や、平白とも新死等が行ってきたに拍手を省いた。お扉開閉の際の拍手を省いた理由は、人議員の説明によると、古実と例の本義に基づき改正した。二杯に拍手は、重大な行事である心配の作法であるので、扉の開閉の場合に用いるのは妥当でない。しかもこれにも存在しないからであった。また、 のりと奏状の際の拍手を省いた理由については、これも、古実と例の本義に基づき改正した。のりと奏状には、拍手を伴わないのが古実である。また、祝詞奏状の際に、拍手のため、ノリト文を懐中にしまうのは、例として、ふさわしくない。よって、祝詞奏状の作法としてはこれを廃止したからであった。一方で、 拝礼の行事において従来通りに拝に続いて拍手を行うことにしたのは、拍手の作法は古来神社祭祀においては、のりと創上に続く拝礼において拍手を行うことになっているからであった。一説には、のりと創上などの際の拍手を取りやめた理由は、途中で拍手をすると、心持ちと作法が中断されてしまうという指摘があったためであり、また、拍手を伴わない。 公室祭祀に習うという意味もあってのことだと言われている。もっとも、ノリと相乗時に拍手がないと寂しいという意見があり、人議員は、通帳日配祈願祈祷あたりに通り祭典執行の場合における作法に関する権を発して、先採杯、自粛し創上自採杯、自拍手にと定めたため、批判や祈祷などでは、 のりと僧侶の作法の最後にに拍手が行われることになった。なお、拍手の回数については従来は2回に限られていたが、この改正によって、吹きで、拍手の数をにとす。ただし、一社の古実による慣例あるものはこれによることを、徳と定められ、古式のある神社は2回以外の拍手も、特例として認められた。神議員は、古来正式伝統に基づく慣例がある場合は、 その事実に照らして特例を認めることにしたのである。ただし、各神社が特例を設けようと、うするときは、地方長官に、品義申請する必要があった。また、この改正で、玉串を建て祭らないで、屋外で拝礼するときも再拝拍手することになった。定常における立礼の場合は次のように行う。立ったまま尺を正す。尺の状態を、 目の高さに上げ、背中を平らにして腰を折る。尺を正したまま、体を起こし、再び拝する。以上、立拝。尺を懐に入れる。両手を合わせ左右に開いて打ち合わす。原則二回。以上、拍手。最後の一拝を規定しないことは従来通りである。この拝礼を行う者については、平白とも紳士を筆頭に、地方長官、人議員高等官、 地方公党官、宮司、県宮寺、ネギ以下を想定するほか、一般参列者をも想定する。一般参列者が屋外で立ったままに杯に拍手するケースは、現在のものに近いが、配礼者が尺を持つこと、最後の一杯がないことは、現在のものと異なる。戦後、内務省告示としての神社祭祀行事作法は、昭和21年に廃止された。 明治44年に刊行された神社行政法講儀は神社参拝の拝礼では一拝に拍手拝しに拍手一拝をすればよろしいとした。同書は没年不明の無名の著者によるものだが内務省の官僚らが公越、指導していた。すなわち中川智次郎、塚本清次小木の中三郎の三名が公越し、宮地直一が指導したものであった。 道書によると、神社に参詣したら、まず口をすすぎ手を洗い、神前に尊敬をして、拝礼をなすべし。拝礼の方法としては一般に指示したものはないが、まず一拝し、手を二つ打ち、拝人を唱えて、また手を二つ打ち、一拝するとよろしかろう。拝字としては普通は慎みて何々神社の御前を、拝み立てつることを。 平脚分職せと申すで、最も簡単には、守りたまい幸はいたまえと申すべしということであった。以上の拝礼方法を2拝2拍手1拝と比べて、異なる点は、立礼でなく、座礼であること、最初にするのが2拝でなく1拝であること、2拍手を一度でなく二度することであること等であった。大正9年に、東京帝国大学法学部教授の加計勝彦が、 発表した、広告運動は、体操の前後に2杯に拍手1杯を行うものだった。広告運動は、山和働きと読み、後年、日本体操とも表記した。加計克彦が独自に生み出した体操に、日本神話を組み合わせた、身体技法であった。大正期の宮中で実践された。広告運動を宮中に広めたのは、低名皇后であった。 当時大正天皇の病は深刻な状況であり、皇后は、信心を深めていた。1924年に、加計勝彦から、神ながらの道の信仰を受け、加計を厚く信頼するに至った。同年8月1日に、寺から、広告運動の整理と実技について、説明を受け、自ら体操を試みた。そして宮中に、広告運動を自ら広めようとした。 具体的には、土10月31日の天朝節祝日、皇后自ら体操の式をとって、ピアノを弾き、午前中は、助官一同と共に、午後は自重自、自重、G、自重部官らと共に、広告運動を行い、大正天皇に見せた。同日に出版された、神遊び山戸働きには、皇后の側近たちが、広告運動を称える和歌を寄せた。 同11月26日に、皇后は、広告体操の解説書を自住職、皇后偶職の各員に一部ずつ歌詞し,した。12月の京都行刑の際には自ら助監たちに、広告体操を供受した。低名皇后は、広告運動に情熱を傾けたのである。広告運動の順序については、はじめにまず一敗し、駆けまくも、賢き。 天照大神鎮魂の神々のお前を慎み、うやまい拝み祭ると隣二杯に拍手一杯を行う。ついであれこれ体操を行う。そして二度目の二杯に拍手一杯をしてから、あっぱれ、あやおもしろ、あやでしん、あやさやけ、おけと唱える。続いて神直と天下りの死に移る。最後は、天皇陛下やさか三照をし、三度目の二杯に拍手一。 灰で締める。以上の順序は1920年時点の順序である。その後の修正で2杯2拍手1杯は、型が崩れ、2杯2拍手と内ごと2拍手1杯という手順になっている。以上の2杯2拍手1杯は体操の前後に行うものであって、神社参拝を想定したものではなかった。神社参拝については、2杯2拍手1杯を提唱した。 加計い彦の門下の滝本豊之助が昭和6年に神社参拝の手引きを表した。同書は加計一門で組織する大日本屋坂会の支部が出版したものだった。著者の滝本豊之助は低心召喚僚で後に京都あたご神社宮司に転じている。昭和9年、文部省は国定修身教科書を改定し、小学児童の神社参拝の科目を設けた。 その教使用書に、全国新職会選定、小学児童神社参拝作法案を参考として掲げ、その中で2杯2拍手1杯を含む拝礼作法を、例示した。これは、参考例であって2杯2拍手1杯を規定するものではないが、この他に、神社側が2杯2拍手1杯を求める場合があった。例えば全国新職会の分解の、 宮崎県新職会が刊行した作法書は、小学児童の団体参拝では2杯に拍手1杯を行うものとした。同書は、一般人の個人参拝などにも2杯に拍手1杯を求めた。ただしそれは、祈願を伴わない場合であって、祈願を行う場合は、杯や拍手の回数が異なり、2杯に拍手祈願に拍手2杯という手順で行うものとされた。 これは、新職が記念を行う場合の手順と同じものであった。以上の拝礼作法は、宮崎県民だけでなく国民が常識として、心得るべきものであると説かれており、その背後に、全国的な取り決めがあることを示唆するものであった。しかしこれと同様の指導が全国で実施された、形跡はなく、1940年に、全国新職会の本会が刊行した。 神社特本は2杯二拍手1杯に言及することを避けており、神社参拝の方法については、拝礼して、拍手を打つ、あるいは敬礼するというようなことを曖昧に述べるに、とどめていた。具体的には次のような、周りくどい書き方であった。社頭に拝礼して、拍手の音に自ら放送感謝の念を高め、祈り願生命の心も深く込められ、 あるいはただ経験の一年に我が頭を下げるのである。皇天高級書や神宮寺長が編纂した小辞類園は拍手をこの間の1937年に教育課が観行した自動参法案は個人参拝する際には2杯2拍手1杯を行うが団体参拝する際には指揮者の号令により再敬礼を行うことを提案していた。昭和9年に 中央教家団体連合会が示した儀式に関する作法では各地の教家指導者が関わる儀式において伊勢神宮に対して要拝を行う場合すなわち伊勢神宮を遥か遠くから拝む場合には2杯2拍手1杯を行うことができるものとされた具体的には四大切拝が式以外の儀式に関して儀式の際に妖拝を行う場合は神宮宮城の順序に その方向に無意再敬礼を行うも、かなるべく、場合により、神宮に対しては2杯に拍手1杯を行うも、かなるべし。と定められた。この作法を示した、中央教家団体連合会は、全国の教家団体を統括する、半官半民の団体であり、神社系団体の公天高級所全国神職会、神宮法裁会も加盟しているが、 神社それ自体は加盟していない。この作法は儀式の参加者が式場に参集して伊勢神宮を要拝する場合を想定したものであり、個人や家族の神社参拝を想定したものではない。この作法は教家指導者が心得るべき作法を中央教家団体連合会に示してもらいたいという要望が多いので、そうした要望に応えて、 当時一般に行われてた公式作法に準拠して立案され、区内省、文部省などの関係当局のチェックを経た上で発表されたものであり、りに試験を加えて改変するごときことは許されない、と断定された。東京大宮宮は今でこそ宗教法人の神社であるが、戦前には中央教家団体連合会に加盟する財団法人人宮法再会の本部であり、 そこに設けられた神社らしき建物は、神社にあらず、伊勢神宮に対する、妖拝所であった。神宮法裁会が、神宮妖拝式で2拝2拍手1拝を行うことは、儀式に関する作法制定後も認められたのである。この点は、神宮法裁会と共に、中央教家団体連合会に加盟していた、皇天高級所や全国神職会も同様であった。戦後、 これら神社系三団体を母体として設立されたのが神社本庁である。戦前日本のセーラー副少女が霊法要項に基づき神社参拝を実演する。2杯2拍手1杯を行っているが、杯は45度より深いように見える。出展、NDLJP1054789-26 文部省が1941年に制定した礼法要項では神社の拝礼で2拝2拍手1拝を行うこともあるとされた。詳しくは以下の通りである。かつて明治末期の1910年に文部省が決定した市販学校中等学校作法教授要項は神社参拝についての規定がなく、ただ、 神社の前を通過するときは脱帽して敬礼すべしと指導するに留まっていた。この作法教授要項は制定後およそ30年、経過して時世に合わない点も出てきたので、文部省はその改定に取り組み、対象範囲を広げて、一般国民の礼法の基準になることを期して礼法要項を作成し、1941年4月に各地方長官へ通帳した。 礼法要領は、神社参拝の規定を設け、次のように定めた。神社参拝にあたっては、心身を清め、容疑、服装を正しくし、数形の誠を致さなくてはならない。神域では、静粛を心がける。拝礼に先立って、帽子、街套、襟巻き等を脱ぎ、手を清める。拝殿の開花などに進み、そこでうやうやしく拝礼を行う。そして、 拝礼について、次のように定める。神を拝するには、容疑を正し、手を清め、神前に進み、適当なところで留まる。再拝拍手にを行うか、または拝を行う。前後に、イ雨をする。拝は状態を深く、前に傾けて後、おもむろに元の姿勢に服する。イ雨は状態をやや、浅く、前に傾ける。再拝 拍手2の後に1杯を加えることもある。いか略、すなわち、礼法要項の規定によると、神社での拝礼には次の3パターンある。このうち2杯2拍手と杯が普通であり、2杯2拍手1杯は、そうすることもあるという程度の扱いである。なお、杯だけで済ませるケースとしては、帽子を持ったまま参拝する場合がある。この場合、右手に、 帽子のひさしを持って、帽子の内側を右ももにつけながら、神前に進んで拝を行う。また、拝礼の前後には、いつをする、つまり約15度の浅いお辞儀をすることが定められている。これは敬礼のうち、えしゃくと同じ角度である。当時の解説書で、いつとは、えしゃくに当たると言い切られることもある。要するに、二灰二拍手一灰をするときは、最初に釈、えしゃく、 ついで二杯に拍手一杯、最後に、また栄釈という順序で行うことになる。これは、現代の太宰府天満宮などでの拝礼作法と、違わない。現代において、神社本庁等が要求する拝礼角度はおよそ90度で、あるが、文部省が、礼法要項で定めた杯の角度は、その半分の、約45度で済まされていた。これは天皇に対して行う。 最敬礼と同じ角度であった。戦時中、天皇陛下に対した手祭り手は、最敬礼を行う時でさえ45度であったのに、現代では、村の鎮守の神様であっても、最敬礼の倍の90度の拝礼を要求するので、ある。天皇の霊遇を超える霊遇を要求しているわけだが、日本の不敬罪はすでに廃止されており、村の神社が、不敬罪に問われることはない。 もっとも、ある和文化研究家によれば、現代の二礼に拍手一礼では30から45度の浅いお辞儀を行うというし、また、あるノンフィクション風テレビ番組によれば、現代の神社では二礼に拍手一礼の浅いお辞儀が一般的であるというから、現状、90度の拝礼を要求する神社は多くないと思われていると言える。社頭における拝礼の作法は、 いかに見るように様々である。いずれも、拝礼の前に長寿を取る。神社本庁では、神社参拝は2拝2拍手1拝を基本とするが、神社によっては特殊な拝礼を行うところもあると、留保しつつ、次のような、拝礼の作法を示している。神前に進み姿勢を正す。背中を平らにし、腰を90度に折り、拝を行う。これを二回行う。両手を、 胸の高さで合わせ、右指先を少し下にずらす。両手を肩幅程度に開き、2回打つ。指先を揃え、肺を1回する。以上の、肺霊の作法を、伊勢神宮のものと比べると、言葉の表現に異なるところがあるが、動作としては、全く同じである。また、1肺の前に両手を下ろす指示はないが、動画で両手を下ろしているのも伊勢神宮と同様である。 神社本庁は、伊勢神宮を本州と仰いでいる。東京都神社庁は、お参りの作法に、厳格な決まりはないとしつつも、一般的な拝礼作法やマナーをまとめた中で、二礼に、拍手一礼の作法による、拝礼の仕方を示している。この、拝礼の仕方は、神社本庁の示す、二拝二拍手一拝の拝礼作法とほぼ同じであるが、 二拍手と一礼の間に手を合わせて祈ることが追加されている。また、二礼、一礼の際に手のひらを膝の下に下ろしてお辞儀すること、最後の一礼の前に手を下ろすことが明示されている。ウェブサイトに埋め込まれた動画を見ると、次のような詳しい作法がわかる。神前につく。小さく一礼する。さ銭をさ銭箱に入れる。鈴や鐘があれば鳴らす深く二礼する。 胸の前で指先をお扉並びに心境に向けるようにして手を合わせる。右手を少し引く。二拍手する。右手を元のように戻す。深く一礼する。小さく一礼する。心前を下がる。以上、ウェブページのテキストで、えしゃくとなっているものが、動画のテロップでは、小さく一礼になっている。また、鈴や鐘を鳴らす作法は、 ページテキストにないが動画テロップにはある。2杯2拍手1杯の参拝作法と神拝詞を示す掲示板。心配詞を参照するタイミングは不明。姫路市にある、安市、稲荷神社、加茂神社の境内での参拝。2018年1月4日。各地の神社が示している2拍手の拝礼作法について、神社本庁のものを基準にしてそれと異なる点を。 示すと次の通りである。記念や祈願に関わる作法については、拝礼中の祈りの節で述べるのでここでは省略する。神社本庁と外見上の作法が違わない、神社としては、伊勢神宮、住吉大社、箱根神社、小国神社、二宮神社、久能山東照宮、角野立総鎮受信名社などがある。 沼津日枝神社の二礼二拍手一礼も、神社本庁の二杯二拍手一杯と呼称が異なるが、作法は違わない。神社本庁によると、拝礼については、具体的な作法の前提にある意味を理解することが重要であるという。各作法の持つ意味については、例えば次のような説がある。伊勢神宮の参拝の作法は、祈りについて言及しない。伊勢神宮では、 ご参拝とは別に、ご祈祷がある。ご祈祷は、申し込みに応じて神宮が取り行うものであり、のりとの相乗をもって、皆様の真心と、お願い事を大御神にお届けしますという形式である。伊勢神宮では、一般参拝者が二杯二拍手一杯の途中で、願い事を念じたとしても、それは、ご祈祷に当たらない。神社本庁の、 拝礼の作法も祈りについて言及しない。ただし、神社本庁の示す祈願の方法は、伊勢神宮の祈祷とかなり異なる。神社本庁の玉串拝礼の作法によると、神社で祈願するときは神に玉串を捧げる。玉串とは新鮮な榊の枝に、朝や紙を取り付けたものであり、私たちは、神前に進み、玉串を通して、 自らの誠の心を捧げるとともに、神様のおかげをいただきますという。また、玉串を捧げる過程の途中で、記念を込めますと明記している。動画上は玉串を捧げ終えた後に続いて2杯に、拍手1杯を行っている。神社本庁の唱える、神社で祈願するときは神に玉串を捧げるという、命題の大群を取れば、 玉串を捧げない時は二杯二拍手一杯の途中で何かを念じても祈願したことにならない。一方で神社本庁は二杯二拍手一杯に関してそこにどう心を込めるかまた込めた方が良いのかは参拝される皆さんの心の持ちようではないでしょうかとも述べており玉串を捧げない単なる二杯二拍手一杯に祈願を込めて良いかは 参拝者のお気持ち次第に委ねられている。このほか拝礼中の記念や祈願に言及しない神社としては、八坂神社、久能山東照宮、あた神社、沼津日枝神社、琴平宮などがある。逆に、二杯二拍手一杯の途中、二拍手の後に、記念や祈願をすることを指導する例は、以下の通りである。以上、祈りを進める場合はいずれも手を合わせることを、 指導している。かつて昭和戦前期には、神社参拝で手を合わせることについては、批判があった。当時の霊法書では、神社に参拝して手を合わせる人が多いが、手は下に下ろすのが本当で、手を合わせるのは、インド仏教式である。これなどは、この際、断然改めなくてはならぬと言われていた。これに従えば、二礼二拍手一礼の途中で手を、 合わせながら祈ることは難しかった。この当時、社頭参拝での祈願については、例えば全国新職会、神社特本は拍手の音に、祈願の心も込められると述べており、拍手を持って、祈願を兼ねるという建前であって、手を合わせて祈ることの是非を示していなかった。戦前の神社は、公共施設であり、神社参拝は、宗教活動でないとされていたため、 そこでの祈りのあり方は、公の議論の対象となるものであった。これに対し、現代の神社は、民間の宗教法人であり、その信教の自由は憲法によって保障されている。神社における、宗教上の祈り方について、第三者が、正しい作法というものを指導することは、憲法の理念に矛盾する。しかし、令和の時代、宗教学者の島田博美は、 第三者の立場から、二礼二拍手一礼では、どうしても心を込めて、神と相対することにはならない。神社で拍手を打ってはならないのだなどという指導を、自ら試みている。その根拠は、以下の通り主観や想像を交えたものである。昔の参拝は、基本的に合唱であった。その仕草は、記録に残りにくいが、昭和初期の映画、姿三四郎では、 神前に座って、ひたすら合唱して、祈りを捧げている、娘の姿が描かれている。その姿は美しい。そこに、祈りがあるからだ。これに対して、二礼に拍手一礼はもともと神職が、玉串を捧げる、際の作法である。一般人も玉串を捧げた後に二礼に拍手、一礼を行うが、通常の参拝において二礼に拍手一礼を行う、時。 そこには、記念が欠けている。この欠点について、神社本庁が十分に検討してきたとは思えない。単に正しい作法なるものを指導することで事故の権威を示そうとしてきただけではないか。二礼二拍手一礼では心を込めて、神と向かい合うことができない。神社で拍手を打ってはならない。拝礼方法の呼び名については、これを二拝二拍手一拝と呼ぶ神社もあれば、二礼に 白手一礼と呼ぶ神社もあり、神社によってまちまちである。神社の中には、二杯二白手一杯は二礼二白手一礼とも言われます。として、二礼二白手一礼を二杯二白手一杯の別称とみなす場合があり、また、二礼二白手一礼は、厳密には二杯二白手一杯、もしくは、再杯二白手一杯というのですとして、二礼二白首。 一例を通称とみなす場合もある。神社会の外においても、二杯二拍手一杯と、二礼二拍手一礼の言葉の区別は適当である。例えば、1985年に、靖国神社問題が国会で取り上げられた時、政府が、二杯二拍手一杯の語を用いる一方、野党議員は、二礼二拍手一礼の語を用いていたが、それで話が通じていた。 21世紀の現代でも、安国神社は、二杯二拍手一杯の語を用いており、また、判決文などの公文書もそれを、二杯二拍手一杯と表記するが、新聞記事はそれを、二礼二拍手一礼と書くことがあり、政府も、国会答弁でそれを、二礼二拍手一礼と呼ぶことがある。 ワイドショー番組やブログ記事などでは、2杯2拍手1杯と2礼2拍手1礼は異なるものであり、前者は後者よりお辞儀が深く、杯は角度90度、礼は30度、などというような説明がなされることがある。一方、普通の神社では腰を90度によるような深いお辞儀を杯と呼び、それより浅いお辞儀をいつと呼び、杯といつとを総称して礼と呼ぶ。 つまり、灰はは、礼の一種であって、別個のものではない。また、戦前の文部省制定、礼法要領は、神社参拝時の、はを約45度、いつを約15度と定めた。礼という言葉については、それ一文字を単語として用いなかった。礼法という言葉で、礼儀作法全般を指しており、礼の一字で、特定角度のお辞儀を指すようなことはなかった。 安国神社では、正式参拝の方法として、参拝者は手を洗い口をすすぎ終罰を受け本殿で玉串を備え、そして神社祭色である二杯に拍手一杯を行うという基準を定めている。安国神社での拝礼は、本殿内でも拝殿前でも二杯に拍手一杯の作法によりこれを行う。本殿での参拝が正式参拝である。 一般人が正式参拝をするときは、三周でに正面玄関から入り、参拝申し込み用紙に記入し、玉串料を納め、蝶図を取り、そして本殿内で玉串拝礼を行う。玉串拝礼は一連の作法であり、その後半で二拝二拍手一拝を行う。具体的には次の手順による。本殿内の畳の上に立つか、あるいは正座する。 玉串を、神職から受け取り、左向きに仰向け寝かせて、胸の高さに持つ。台の前に進んで小さく一礼する。玉串の先を時計回りに90度回して立てる。記念する。玉串を時計回りに180度回して、酒器の根本を神前に向ける。玉串を台に備える。姿勢を正す。深く二礼する。 胸の高さで両手を合わせ、右手の先を少し引き、二回手を打ち、右手を元に戻す。深く一礼する。小さく一礼して神前から下がる。祭典、行事、参拝状況によっては玉串を備えない場合もある。その場合の拝礼は、単に二拝二拍手一拝しか行わない形になる。幸福語占領下の日本が、講和条約と、 安保条約を締結して、主権回復の目祷をつけた後の1951年10月18日、吉田茂首相は、靖国神社に参拝した。靖国神社が民間宗教法人となってから首相が参拝するのは、これが初めてであった。吉田茂はその後さらに代理参拝も含め6回、参拝した。続く、鳩山一郎、石橋丹山の、 各首相は、靖国神社に参拝しなかったが、岸信介、池田隼人、佐藤栄作、田中角栄、三木武雄、福田武雄、大平正義、鈴木善光、中曽根康弘の各首相は、靖国神社に参拝し、その回数は52回に及んだ。当時、首相が、靖国神社に参拝するときは2杯に拍手1杯を行うのが通例であった。 この間、政府は、首相の靖国参拝を公式参拝とするのか、指摘参拝とするのかで揺れていた。1975年8月15日に、三木首相が行った参拝は、戦後初めて終戦の日に参拝するものであったが、三木首相は、詩人の立場で参拝することを表明した。さらに、1980年1月17日、政府は、 統一見解として、閣僚の靖国参拝を公式参拝として位置づけないことを表明した。その理由は、公式参拝が憲法の禁止する宗教活動に当たるかどうかを判断するには、社会通念を見極める必要があるが、政府としてそれを把握できておらず、公式参拝が意見である疑いを否定しきれないため、公式参拝を差し控えるというものであった。 1985年8月15日の終戦の日に、中曽根内閣の閣僚が公式参拝の名目で、靖国神社に参拝するにあたって、二杯に拍手一杯をやめて、ただ一礼する形を取るに至った。その経緯は、以下の通りである。政府は公式参拝への塔を開くため、内閣官房長官の指摘諮問機関として、閣僚の靖国神社参拝問題に関する、 懇談会を設け、1985年8月9日に、報告書の提出を受けた。これは、政教分離に関する憲法の規定の趣旨に反すること、なく、国民の多数により支持され、受け入れられる何らかの形で、内閣総理大臣その他の国務大臣の、靖国神社への公式参拝を実施する方法を、検討すべきであるという報告であった。政府は、 この報告書を参考にして、社会通念上宗教活動に該当しない参拝方法を模索した。終戦の日の前日ギリギリまで検討した結果、2杯2拍手1杯するような参拝形式は、宗教儀式に当たると判断し、この形式を取らずに、ただ、靖国神社に赴いて一礼をする形を取ることに決めた。その日の午後に、藤波高尾官房長官が、 安国神社を訪れてその旨を伝えた。今日の明日の急な話である。安国神社の宮司は非常に困惑して様々な意見を述べた。それは安国神社は神社本庁に所属していないが安国神社自身にも長い間のしきたりがある。この安国神社への公式参拝がどんな形になるか神社会で注目されている。そういう中で 宗教儀式を廃した一礼という参拝作法は非常に困るという話であった。日が明けて8月15日当日、中曽根首相は官房長官と厚生大臣を伴って靖国神社に赴き、本殿において神道形式の二杯に拍手一杯ではなく一礼する形式で拝礼し、参拝後首相としての資格において参拝しました。もちろん、 いわゆる公式参拝でありますなどと記者団に話した。公式参拝の5日後の8月20日、衆議院内閣委員会において、この件につき質疑応答が行われた。政府見解のポイントは次の、官房長官答弁である。従来靖国神社を参拝いたします時に、取っていりました。参拝の形式などを一切変更いたしまして、いわゆるお払いもしない。 二杯二拍手一杯の拝礼もしない、玉串も捧げない、こういった形で宗教的活動と誤解を受けないようにあらゆる配慮をいたしまして、今回公式で追悼するということに決定をいたしたわけでございます。野党議員は反発し、日本社会党の小川、陣一議員は次のように責めた。今形式をお会になったという。 参拝の形式というのはいろいろございます。戦争中、我々は、五国神社や安国神社に参拝をするときには、学生であっても、銃を担っていって、捧げつつの礼をした。また、一般市民は、今参拝するときにはお祭銭を投げて一礼をする、あるいは形式的に二礼に拍手一礼をやっているかもしれません。こういうのは、型の表し方の問題でありまして、 形を変えたから宗教活動に当たらないというのは、小手先のごまかしであります。日本共産党の三浦久志議員は、政府答弁を、全くでたらめの見解ですよ、などと非難し、最後に、二礼二拍手一礼、そういう形式をやれば、憲法違反の疑いがあるのですかと質問した。これに対して法制局長官は、意見の疑いのある旨を答弁した。そのわけは、 外形から見てその目的が宗教的意義を有する行為と受け取られる恐れがあるから辻沈祭の最高裁判決の目的、効果論で考えても憲法違反の疑いが残るという理由であった。靖国神社への公式参拝はアジア諸国から批判を受けたため中曽根首相はこれ以降の参拝を取りやめた。公式参拝の2年後、衆議院内閣委員会で 日本共産党の柴田六夫議員がこの問題が取り上げた。柴田議員によると、中曽根首相は靖国参拝をやめているが、この間多くの閣僚が参拝している。しかも今年の参拝では、田村通参賞と橋本海優省の両大臣が二礼に拍手一礼の浸透形式で参拝をしたと公言している。これは政府の方針から逸脱する。 意見行為ではないか、ということであった。これに対して、後藤田正晴官房長官は、両大臣が、神道儀式に従って参拝したのであれば、それは公式参拝でなく私的参拝のはずであり、私的参拝であればそれは合憲であると思うという、趣旨を答弁した。橋本龍太郎は、中曽根内閣の運輸省の時、靖国神社で二敗二拍手一敗したことを、 公言しており、首相に就任した後の1996年7月29日にも、靖国神社を参拝した。この時の参拝の様式は二礼に拍手一礼の、神道方式であったと報道され、橋本首相自身も、その報道が事実であることを認めた。橋本首相が、靖国神社を参拝した後、小泉純一郎首相が参拝するまでの5年間は、 歴代首相が靖国神社を参拝することはなかった。2001年8月13日、小泉首相は公約を果たすため靖国神社を参拝した。直後の記者会見では講師の区別について公的とか私的とか私はこだわりません。内閣総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した。それだけですと答えた。 翌2002年の4月21日、安国神社の霊大祭に合わせて、再び参拝した。翌2003年の1月14日にも、お正月で寿司などと語りつつ参拝し、翌2004年の正月元旦にも参拝した。以上4回の参拝は、いずれも、安国神社の本殿の神前において、神道形式の2杯に拍手1杯ではなく、 一礼する方式で拝礼した。2005年9月30日、大阪高等裁判所は判決で、小泉首相の靖国参拝が、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると認めた。その理由の一つは、小泉首相の参拝の対応は、新党形式の2杯二拍手1杯ではなく一礼したのみで、あって、正式参拝ではないが、 本殿で拝礼しているため、社党参拝よりも宗教的意義が深いと見られ、また、安国神社側も、小泉首相の参拝に宗教的意義を十分に認めていることに照らすと、宗教的意義が浅いと見ることはできない、ということであった。この意見判断について、細田博之官房長官は国会において、中曽根首相が公式参拝して以降、玉串料は払っていないが、 喧嘩料を払っている場合はかなりある。そして二礼に拍手一礼というような宗教的な参拝ではなく、一礼を深々とすることで対応している。こうした前例に習いながら、小泉純一郎首相も指摘参拝をしたのであり、このことは憲法に抵触しない。これが政府の公式見解である、と答弁した。小泉首相は、 上記意判断の翌月の17日にも参拝し、翌2006年の8月15日、首相在任最後の年の終戦の日にも参拝した。小泉首相は在任中に合計6回参拝し、いずれも2敗2拍手1敗でなく一礼方式で拝礼したようである。2013年12月26日、安倍晋三首相は、 靖国神社に昇殿参拝し、二礼二拍手一礼の浸透形式で拝礼した。この件にかかる訴訟で、2016年1月28日、大阪地裁の判決は憲法判断を避けた。この判決は、過去の意見判断について、その後の社会情勢や国民の権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得るとの考え方を示した。 2017年2月28日の大阪高裁の2、新判決も、同年4月28日の東京地裁の判決も、憲法判断を避けた。ありがとうございます。